確かに、キレイちゃんとかもうめっちゃ夏仕様うちはブラッシュランドの西野カナスタイルで来たから可愛いめっちゃ可愛い。じゃあそんな二人に突然なんですけど、今まで付き合った人数を教えてください。待って、数えてな。ガチです。一回数えさせて。5、6人かも。大恋愛も、そう、1年以上続いた人は5、6人かも。で、1年以上続いた人は1人ぐらいなの。でも、うちは5、6人ぐらいかも。お前1人から5、6人は相当増えた。ちゃんと好きだったら6人ぐらいで、1年以上続いたのは1人。なあ、言える範囲で最後の彼氏についてなんで別れたのか言えたらお聞きしたいです。綺麗は生活好きになっちゃって、1年以上で給湯器の状況が続いちゃうし、それ乗り越えれば強かったんだけど、やっぱエッグの卒業があったので、エッグに集中したいから別れました。実はっていうのを僕も前の人の理由は価値観の違い。これからね、また大恋愛があるかもしれないし、そうですね、最近可愛くなったって言われるので、うん、めっちゃ可愛い。2人とももう美女が爆発しすぎてる最近。最後の出しなんか気合が違うよ。気合十分。ありがとうございました。私はリアナです。突然なんですけど、リアナの今まで付き合った彼氏の人数教えてください。何回言ったちなみに初彼氏は何歳？人数に含めてないけど、うん、なんか小学生だと付き合った小学生ギャルじゃん。しかも一緒に帰っただけ。一緒に行って一緒に帰っただけ。いや、どんぐらいの期間付き合ったの？知らない。一緒に知らない。はい、リアナでした。こんにちは、モナトコです。突然なんですけど、ペコリンの今まで付き合った彼氏の人数教えてください。あー、めっちゃ少ない。3人です。え、意外じゃない？めっちゃ意外でしょ、うん、最後に別れた彼氏はいつ？12月です。うん、公表してたもんね、だって、うん、バイバーイって感じあ、どんどん新しい恋愛していきましょうって。はい、どんどん新しい恋を始めますありがとう。バイバーイミルちゃんと水星どうも、水星です。突然なんですけど、2人の今まで付き合った人数を教えてください。私も多分何回か言ってるけど、4人で。これ、5人ぐらいじゃないですか。じゃあマジで、マジで。じゃあマジで、マジで。小学校合わせますか？全然。高校からなんだけど、体の関係が合ってたから。うちもそう。あー、3。3人。本当に？推奨？高校からっすね。3人対して経験ですよ。じゃあ、ピー入れてもらおうじゃん。行かないぐらいです。そんなだったな。じゃあ3人対して、あれは。あ、じゃあ私4人。4人対してです。両手ちょいぐらい。でも20いかないぐらいと両手ちょいはちょっと違うかも。分かった、じゃあ俺も両手ちょい。足入れるかなみたいな。両足ちょい。両足ちなみに最後に付き合った彼氏彼女はいつか言えますか？誰だな。半年前ぐらいじゃないですか。割と最近。ただ11月ぐらいに別れました報告した気がする。詳しく覚えてない。すいません、元彼の記憶は消えます。もう消えました。消えてません。絶対消えてないよ。絶対消えてませんはい、ありがとうございました。こんにちは、ママです。突然なんですけど、ママの今まで付き合ったことある彼氏の人数教えてください。1人です。え、前回の人が最初でした。その前とかはなんか付き合ったりとかするのがすごい嫌で、うんうん、いい感じとかまでなったとしても付き合ったりとかは別に今やってないって感じで変わってた多分視聴者さんも意外なんじゃない？でも結構言ってるかも。ちなみに今好きな人とかいたりする？いません。ママでした。ヤッホー、ジナです。ヤマーパワー、ユアです。イエーイ。突然なんですけど、はい、2人の今まで付き合った人数を教えてください。ゼロ。2人ともゼロだ。ゼロです。これからじゃない？そうです、これから。そっか、2人とも中3か。はい。好きな人とかは？ないでも、この人昨日告られてました。え、マジ？そうです。同じ学校の子で、詳しくは言えないんですけど、失恋して話しとったら、もし俺が岩に告ったらどうするって言われて、で告られました。でも無理です。なんで？初めに付き合う人はタイプの人がいい。確かに最初失恋で相談の方が。そうなんです。失恋で相談で
告白されたからノリでみたいな入れ替えが早いなみたいな嫌かもね。えジュナはどうなの。ジュナ全然ないですよ。はい、オーガはオーガデート企画あったじゃないですか、ギュアナとリュウト、うん、それについて話したりとかしてます。ああね、俺もリュウトみたいにスマートに言ってるからみたいな。ねえかわいい、オーガオーガマジかわいい。早すぎてバイバイ。オブノオブノオブノスケッソーです。おいしゃー。はい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 。トーマの今まで付き合った人数教えてください。今まで付き合った人数は1人です。1人です。おーです。意外と少なくない。いや結構な、なんで別れちゃったの。やっぱり僕相手を思う気持ちがなかった。最低普通に最低ありがとう。おめでとう。コンコン、ゆうきだ。じゃあ、お。ありがとうございます。これはまず触れないと、さすがに。今、ちょっと舞台の稽古中で、舞台の稽古中で、潰してしまって、腹立ったんですけど、許してください。はい、風邪とかではない。突然なんですけど、二人の今まで付き合った人数を教えてください。いや、どうも、石丸ジャパンです。はい、はい。はい、あの何人付き合ったか、はい、もういろいろ端折って。俺は3人で。あとね。いや、嘘勇気絶対嘘。いやいや、本当に嘘。本当に3人。マジックも発表されてない。14やっちゃらないから。やば。俺は8人です。あー、流星くん3人って書いてたけど。おい、お前やばい。ダメ。お前もしかして何だ。ダメ。何嘘。いや、3人でしょ。言える範囲で最後の元カノとのエピソードなんかあったら一人ずつ言ってほしいかも。なんで別れたの。年少年終わった。本気って聞かれたのにちょっとブロックしました。マジで最低ね。マジちょっとやばいね。でこの間だって YouTube で彼女できました報告したばっかりで2日後に振られたっすね。やば、なんで。いや、なんでだろう。はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。こんにちは、エリカです。イエーイ。突然なんですけど、はい、これまでに付き合った人数教えてください。4人かな。お多分4人だと思います。最後に付き合った人ってどんな人でしたか。イケメンで優しくて、でもちょっと不器用な人でした。バイバイ。はい、メロメロでした。メロメロです。あゆめろちゃんの今まで付き合ってきた彼氏の人数を教えてください。彼氏の人数10人もいかないかな。多分それぐらいです。ちなみに最後になんか入ってきた。まあでも絶対多分、まあ、予想的にはまあ少なくても倍はいるかな。まあないです。ないです。本当にいないよ。いないもんね。ちなみに最後に付き合った人の過去の元彼のなんかなんで別れたのかとか原因言えたら。3つ下だったんですけど、一番メンヘラすぎて向こうのお母さんといろいろ入っててガーッとなって強制的に別れることになりました。すごい。はい、ありがとうございます。こんにちは、おひなです。突然なんですけど、おひなの付き合った人数教えてください。ね、やだー。まあ、1人、まあ、2人まあ、くらいかなってことだけ教えてあげる。最後に付き合った人ってどんな人でしたか。番号ありますか。ください。まあ、若気の至りみたいな。あれ。まあでも優しくて、まあ、素をうちが珍しく出せたっていうか、うちあんま出せない。猫かぶって女ぶっちゃうからけど、あもう女ぶらずに普通に行けたからって感じ。いい人だったってことね。まあ、いい人。今も本当親友みたいな感じで。めっちゃいいじゃん。以上、おひなでした。バイバイ。突然なんですけど、2人の今までの付き合った人数を教えてください。はい、今現在進行形だもんね、会長。悲しい。かえちゃんはどう。順調。順調です。来月で1年。え、すごいわ。ありがとう、二人とも。はい、まひろです。突然なんですけど、はい、これまでに付き合った人数教えてください。人数
今の彼氏で7人目です。じゃあ今の彼氏どんな人ですか？どんな人？少年っぽいとこが好きですね。あとなんか仕事に対してこう持ち上げてくれるマインドとかも持ち上げてくれるところが好きです。以上、まひろでした。じゃあねー。まずね、こんにちは、いくかんぬれるよねーなです。2人の今まで付き合ってきた人数を教えてください。ゼロです。ゼロなんだ。はい。え、好きな人はいたことない？好きな人はいたことあるんですけど、中で止まっちゃうんです。付き合おうとは思わないので。リオのさ、何歳の頃付き合ってたの？中2です。あ、じゃあ最近。え、なんで別れちゃったの？同じの頃の確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。セクガールのキラです。キラの今まで付き合った人数を教えてください。おえ、どんぐらいの期間付き合ったの？1ヶ月続いて別れました。なんで別れたの？言えなかったら言わなくていい。向こうから別れようって来ました。あ、向こうからなんだ、はい、逆にね。なんでだろうね、こんな可愛いのに。てかさ、全然関係ないんだけどさ、はい、爪見してほしい、こっちに。え、すごくない？つけまついてんだけど。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。こんにちは、ノアンジャです。イエーイ。今まで付き合った彼氏の人数教えてください。え、4かも。5。多くない？結構多いね。か、5。私女の子もいけるタイプなんで、今彼女と付き合ってます。すごいね、ありがとう。バイバイ。こんちゃんくんです。18歳です。今まで付き合った人数を教えてください。0.5。0.5? 0.5 って何？なんかもうカウントするかしないかぐらい。あーね、曖昧な感じね。好きな人はそれその後で来たりしないですか？スピピがいます。おー、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりピピー。10歳の先生やらのあずきです。今まで付き合ってきた彼女の人数を教えてください。1人です。おー、リワだよね。かわいい。2人のじゃあ一番の最近楽しかった思い出とか喋れる？ディズニーです。ディズニー、ありがとう。これからも仲良くね。ありがとう、バイバイですね。ピエのリワです。リワの今まで付き合ってきた彼氏の人数を教えてください。チケ一人です。チケと一緒だ。チケにもさっき聞いたんだけどさ、2人の最近の思い出話ある？思い出話は最近一番の覚えてはやっぱディズニーです。あー、チュケも言ってたそれ。やっぱ2人ともディズニー大好きだよね。ねえ、かわいい。これからも幸せにね。はい、ありがとうございます。以上、リアでした。バイバーイ。ポジティブ最強ギャルのあーちゃんまです。今まで付き合ってきた人数を教えてください。0人です。おー、好きな人は？いないです。いない。これからだね。はい、ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。お名前と年齢を教えてください。突然なんですけど、今まで付き合った人数を教えてください。0人。好きな人はできたことある？あります。告白とかはしたの？してない。あ、してないんだ。はい、ありがとうございます。ラムちゃん、突然なんですけど、2人の今まで付き合った人数を教えてください。2人。2人？0人。何歳の時に付き合ったの？2年生。え、好きな人はできたことある？何歳の時にできた？幼稚園の小学年中ぐらい。8歳。その相手は何歳だったの、最後に付き合った人は？同い年。同い年。ねえ、かわいい。じゃあ、ありがとうございました。サラちゃん、11歳。11歳です。おー、3人の今まで付き合った人数を1人ずつ教えてください。0人
ゼロ人。おお、まあ、何歳の頃？10歳。ありがとうございました。チキーテンション上げてくるのクルだよ。せーの、アゲー。小学4年生11歳のクアです。2人の今まで付き合った人数を教えてください。1人。それは何歳の頃？同い年。すごい。え、今の年齢でってこと？え、もう別れちゃったの？え、続いてんの？何で遊ぶの？好きな人はできたことある？かわいい。バイバーイ。アロハハクだよ。10歳で背が大きくて8歳。かわいい。小学2年生かな。今まで付き合った人数を教えてください。ゼロ。1人。1個やばい。ちなみにそれは何歳の時に付き合ったの？あ、最近。ハク君はさ、好きな子とかできたことある？ない。めっちゃモテそう。かっこいい。モテる？じゃあありがとうございました。はい、お名前と年齢を教えてください。あだ名とかでいいか。あだ名はやっぱり、なんだろう。あだ名はないんですけど、モナちゃん。モナです。モナちゃん、何歳ですか？11歳です。お、小学4年生か。5年生か。今まで付き合った人数いたら教えてください。何人か。あ、ゼロ人。好きな人は？おお、え、いい人とかいないの？なんかこの人かっこいいなとか。うちの方はマイケルな。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。小山美也です。10歳です。今まで付き合った人数教えてください。ゼロ人です。ゼロ人。好きな人はできたことありますか？ないです。ないんだ。で、好きなタイプとかは？優しい人で背が高い人です。あー、大事。身長大事。はい。はい、ありがとうございました。リアちゃん、今まで付き合った人数を教えてください。いない。好きな人できたことはありますか？ない。はい、ありがとうございました。突然なんですけど、今まで付き合った人数を教えてください。3人。多いね。最後の彼氏は何歳？11歳。え、なんで別れたの？喧嘩。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。小学5年生11歳モカピです。モカピちゃん、今まで付き合った人数を教えてください。ゼロ人です。ゼロ人。好きなタイプはどんな人がタイプ？好きなタイプは高身長の心がけもしてくれる人で。あー、大事。わがまま聞いてくれる人が一番いいよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私たち、葛飾娘です。かわいい。で、当時6歳ゆりです。小学生1年生の中です。小学3年生9歳の中です。3人の今まで付き合った人数を教えてください。ゼロ。ゼロだよね。好きな人とかは？見たことある？いるんだ。どんな人なの？イケメン。イケメン。はい、じゃあありがとう、3人とも。バイバーイってやってます。6の小学生やるのみゆです。みゆちゃんの今まで付き合ってきた人数を教えてください。ゼロ人です。好きな人はいたことある？好きな人はめっちゃいっぱいいたことあります。あー、付き合うとかないんだ？付き合うとかはあんまないです。へえー、はい、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃいい子です。10歳の10歳の10歳のリオンちゃん。今まで付き合ってきた人数を教えてください。ゼロです。ゼロ。みんなゼロ。ゼロです。え、好きな人は過去にいたことある人？今います。おお、いない。告白する予定とかはある？バレンタイン渡しました。素敵。ありがとう、3人とも。ありがとうございました。
桜子です。8歳。もう一回名前教えて。アリサちゃん。何歳？7歳。今まで付き合ってきた彼氏の人数を教えてください。0人。好きな子はいたことある？ない。ありがとう、2人とも。ありがとうございました、うん、今まで付き合った彼氏の人数を教えてください。は1人です。おー、嘘告したらガチで付き合えちゃって。待って、嘘告って何？なんかちょっとノリで友達告白してみようよみたいな感じでやったら本当になんか付き合えて、けどもうすぐ別れました。あーね、ありがとう、教えてくれて。ありがとうございました。今です、7歳です。今まで付き合ったことある彼氏の人数を教えてください。0人。好きな人いない。今まで好きな人できたこともない？ないよね、まだ。ありがとう、答えてくれて。今まで付き合ったことある彼氏の人数を教えてください。0です。好きな人はいたことある？好きな人はいたことあるけど今はいません。あ、今はいないんだね。ありがとう、教えてくれて。7歳。今まで付き合ったことある彼氏の人数を教えてください。1人。おー、え、ちなみに何歳の頃に？5歳。すごい。え、何し、あ、今も付き合ってるんですか？何するの、彼氏と普段？一緒に遊んだりします。長いですよね。長いかも。2年。2年も付き合ってる。ありがとう、教えてくれて。バイバーイ。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお願いします。じゃあみんな、バイバーイ。バイバーイ。